こんばんは、道村正樹です。生徒さんのギターシリーズ、今日はヤマハのパシフィカ。これグローバーのね、ロックペグっていうのがついてる場合があるんで、この場合は最初に弦を全部緩めました。で、10円玉でここ先っぽをこうやって回して回すと、これ弦が取れます。こうやって先っぽにロックされているところを10円玉でチュッて回すと弦が取れます。6本とも外したら、一回この弦をニュンってこっちにやって角を取ります。そしてこっから抜く、一本ずつか抜いてきたやつを抜く。よし、全部抜けました。抜けたやつは後でまとめて捨てる。で、一回弦を抜いたらピカピカに、自分の思う通りの思う存分磨く。新品だから、新品っていうか半年ぐらい経った。これビニールが貼ってある。これは一応剥がした方が音はいい。メロリン。で、こうピカピカに磨く。一弦のこいつがちょっとグラグラしていたので、こういう六角レンチっていうこういうやつで、こいつはこっち向きにグッと締めて動かないようにします。他のもついてるね。ちょいしっかりと若干全部緩んでるな。ので6個とも今ネジを締めました。弦が出てきます。弦が出てくるのですが、こうやって先っぽに色が、丸いところに色がついてるやつは、この色を見ながら、青白赤、このメーカーの場合は、この弦の場合は青白赤って順番に貼る。この色がついてないやつも世の中には売ってる。すんげえいっぱいある。青が、これが6弦と3弦ってことやな。太さ的に。5と6は間違えやすいけど、1と2が間違えやすいか。で、6弦の裏からこいつを入れる。こっちから出てくる。一番上に来る。で、さっき10円玉でこいつをちょっとだけ緩くしたので、ここに刺して、もうちょい緩めるか。はいはい。入った。ああ、結構緩めた方がいいね。緩めて、ビュンビュンに引っ張って、なるべく引っ張って、もう固定されちゃうな、これな。ほいで、ここまで一番引っ張れるとこまで引っ張って、こいつを回すと、勝手にロックされるはずなのですが、
されてるかな。大丈夫だね。ほいでクイッとクイッと先っぽを回して、ちょっとだけ先っぽを残してカッツ。うんうんうん。白が5弦入れる。出る。刺す。刺せ。刺した。刺した。引っ張った。引っ張った。回した。で、ちょっと不安な時は、ちょっとこうやって少し丸めて、この状態にしておく。先っぽはちょっとこう2周ぐらいこう回しといて入れた方がいいのかもしれない。入らんね。3周戻して入った。入った。ギュンギュンに引っ張って引っ張って回す回す回す。でここはこの黒い物体に弦を下にギュッてはめ込む。ギュッて回して、こいつはちょっと余らかしとく。青白赤青。よいしょ。こうビューンと一直線になったところで引っ張って回す回す。そうすると勝手にロックされる。ジョイン。よよ。青白白。大丈夫っぽいな。最後の一本。これ赤2本多分どっかに転がってる。1本失敗してもこれ1本余分に余ってるからね。これ一応6本ともうまく貼れたようなので、めちゃめちゃ弦を引っ張ります。引っ張ります。なんかもうこれ切っていいね。こいつはうまくいったから。で先っぽが1センチぐらい余ってるところが刺さると危ないので、こういうものでなんかこう曲げとく。先っぽは曲げとく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 。一弦どこ行った。今日はとりあえずこいつである程度のとこまで。
いつも下がってる。でこれまだ弦張り替えたばっかりだから、明日明後日はまだ伸びる。明日も明後日もチューニング、まあまあチューニングは毎日進めやけど、明日と明後日はだいぶ緩んでると思う。でここにアーム付きのこういう裏にバネが入ってるんだけど、バネが入っててアームついてるギターは何回かこうチューニングしないと合わない。こいつがおかしい今で、チューニング。こちらがいい音するな悔しいな悔しいな、こいつです。こんなやつ、こんなやつで、スパークで。結構携帯でいろいろ音を変える、もしくはここだとリズムリードソロカスタムっていうのがあって、これリズム、今ちょっとリバーブが多めに入ってるけど、これリズム。こいつはお、あ、変えるごとにもうディレイが戻っちゃうわけだな、これはな。切らなくてもいいよパシフィカってやつのペグがロックチューニングのロックチューナーペグだったので、それの張り方のところまで行きました。